ね、刀剣で同期の、ね、はい、いるじゃないですか。やっぱそういう焦りとかそういうのは感じませんでした、正直。いや、まあそうですね、やっぱめっちゃ強いし、自転車やってた子なんで、すごいいろいろ教えてもらったりとか、見て学ぶことがすごいたくさんあるんで、それは追いついて追い越せるように、まあ、しっかり練習して、いい感じですね。そうですね。やっぱね、105キロって結構出世する選手が多かったんで、そのやっぱりね、そのペースに中に入ってない選手はどういう風に思ってるのかなって、はい、いろいろね、そう、やっぱ気にはなったんですか。学校の時からめっちゃみんな強かったんで、まあね、それにもう107期ですか、はい、もうデビューしてるじゃないですか、はい、で見ると完全優勝してる、はい、選手もいるので、はい、やっぱその辺もプレッシャーには、プレッシャーというか、ね、まあ、でもどんどんやっぱ強い人が出てきてるんで、はい、逆に105期の人たちが当時強かった人たちと同じぐらいの強さじゃないですか。まあ分かんないですけど、はいはい、まあ、その人たちとまた戦えると思って戦う感じです。今回ね、小田選手同期もいるんでね、はい、はい、いろいろ見ると刺激になりますね。もっとやらなきゃって、はい、小田さんのどういうところを刺激受けますか。いや、もうめっちゃ強かったし、今もめっちゃ練習してるらしいんで、そういうところとか競争のなんか競争の感じとかも最初から思い切り行って末足で また踏み直すことがすごい勉強になりました。うちで斡旋になった105期って結構みんな活躍してるんで、ね、ああ、これを機にまた追加ですよね。あ、追加です、はいはい、いい大会にしてください。あ、はい、頑張ってください。ありがとうございました。